ドリームチェイサーです。今回はこちら、ザイニのハロウィンの直訳、そしてフルタの直訳、一緒に見ていきたいと思います。はい、ちょっとマリオとしんちゃん多めで、ツイステ水中最強図鑑、一周最強図鑑を用意してみました。はい、こちらもねハロウィンバージョンで、それぞれ3つずつマスコットが入ったチョコレートが入ってます。では順番に開けていきましょう。まずはマーリオ。ゲームソフトプレゼントキャンペーン、まだまだ応募ができます。はい、何が出てくるかな。チョコレートスーパーマリオは11月かな12月かな、別バージョンが発売されます。ついに新しいのが来ます。なのでそちらもね楽しみに待っていたいと思っています。はい、出てきたのはマリオ&キャッピースーパーマリオデッセイのですね。はい、組み立てたのはこちら。キャッピーが指のところにこう引っかかってるような感じ。こんな風にゲームのパッケージとセットになっています。はい。後ろ姿もいいですよね。続いてはクレヨンしんちゃん。しんちゃんは何が出るかな？まだシークレット出てないんですよね。あ、そうだ。佐藤九日堂のデザインのエコバッグ&バスケットプレゼントキャンペーンをやっています。こちらも2枚一口、この部分、2枚一口で応募ができます。はい。お、これはゾウさんのやつですね。はい、おたけべ。カスカベ野生王国です。はい、組み立てるとこんな感じ。上の、ね、鶏もヒロシっぽくちゃんと作られてますよね。はい、アップにするとしんちゃんの顔もヒロシの顔もリアルにいい感じに作られてます。これしんちゃんばっかりな感じの中で、まあ、しんちゃんなんですけれども動物っていうのがね、いいアクセントになってていいと思います。はい、続いてはツイステ見ていきます。ツイステはもうシークレットがめちゃくちゃ確率低いだけで、他のは比較的まあまあいいバランスで出てきてくれている感じですね。さあ、誰だ。アズールアーシェンクロットですね。アズール、アズールはいっぱいあるんだよな。はい、この土台部分もかっこいいですが、裏返すと言葉が書かれています。なんて不幸せな人なんでしょうって書かれてますね。こんな風にそれぞれの台座の下にもちょっと隠されたメッセージがあったりして面白いです。はい、顔のパスとか、表情とかも綺麗にうまく作られていると思います。じゃあ続いて、はい、水中最強図鑑開けていきましょう。全10種プラスシークレット2種類となっていて、このまま開けた時見事シークレット出てきてくれたんですけどね、そちらももし出なかったら後で紹介していきたいと思います。はい、でもねまだ出てないのがあるんですよね。さあ今日は誰が来るかな。これはアノマロカリスです。ちょっと気持ち悪いやつね。じゃじゃーん、見て、足がひろ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 っていっぱいあります。このシリーズ3色赤と青と緑のバリエーションがあります。光るタイプではないんですけれども結構大きめに作られていて完成度も高いと思います。はい、アノマロカリスは古生物界の超人気ハンターです。バショウカジキと輪の中では激突してるんですね。はい、獲物を捕らえる日本の食種、地球上で最も古い大型の捕食動物。頭には一対の複眼と日本の触手、その裏側には大きくて丸い口がある。分類はラディオドンタ目アノマロカリス科。生息地域は北アメリカ、中国、オーストラリアなど。生息年代は5億2500万から5億500万年前。全長は1メートル。食性は肉食。あんまりね、凶暴性、防御力、スタミナはそこそこだけど、攻撃力もないし、パワーもないし、瞬発力やスピードもないし、なんですけれども、頭脳なんて全くないに近いみたいな感じなんですが、
はい。最も古い大型の捕食動物。一番初めは1メートルでも大きかったんですね。そんなところも面白いなぁと思っています。では続いて開けていきましょう。マリオ！またマリオいきます。あ、割れてる。触った感じも割れてた。ほら、パラパラ。はい、今度誰だ？おー、マリオ&ヨッシー！これは、なんだっけか。はい。スーパーマリオワールドですね。マントマリオ&ヨッシーですね。マントがヒラヒラしてる。はい、組み立てるとこんな感じ。チラッとヨッシーがマリオを気にしているような感じの表情なのがとっても可愛いですね。ピョーンとジャンプしているような躍動感あるデザインになっています。マントもヒラヒラ。なんかね、マリオがとっても可愛いです。これお気に入り。はい。ゲームのデザインはこんな感じでした。まさにね、このポーズをしてますね。あ、ヨッシーが出るとテンション上がる。さあ、続いて、しんちゃん開けていきます。しんちゃんシークレットみたいな情報いただいたんですけれども、ひまわりと一緒のやつらしい。絶対見たいんだけど。なんかでも、やっぱしんちゃんのチョコエッグ人気なので、いろんなところで売り切れ始めてますよね。なのでね、ゲットできるうちに欲しい。夢ミーワールドだ！やったー！これも私ゲットしてないんじゃないかな。夢ミーワールド大突撃！かわいい枕持ったしんちゃん。はい、組み立てるとこんな感じです。枕持ってて、おやすみな感じのしんちゃんがかわいいですね。これはもうくっつけちゃったんですけれども、撮ってみるとわかるかな。足の先のね、指のところまで細かく綺麗に作られてます。こういうところもポイント高いです。はい、では続いて、一種最強図鑑開けていきます。こちらは暗闇で光る無彩色蓄光フィギュア一体入りとなっています。さっきのはこんな感じでカラーついてましたけれども、こちらはちょっと別バージョンですね。はい、これも、全10種プラスシークレット2種類になっています。お菓子の町岡とかだと見つけられるかなと思います。はい、この中身は誰だ？お、これはフルフル。はい、フルフルです。シークレットによく似てるんですけれども違うやつ。マルコシアスとガチバトルって書いてますね。はい。闇の王者決定戦編。勝負の行方は本でチェック。結構形いいのが出てきてくれました。これは鹿の魔人だそうです。フルフル。稲妻や暴風で敵を一掃。伝説のソロモンが従えた72柱の魔人の一柱。強力な武器は天候を操作できること。26の悪魔の軍団を率いている。分類は悪魔。伝承地域はヨーロッパ。出典は魔術書ゴエティア。推定身長は3メートル。まあ、すべてにおいてそこそこぐらいのキャラなんですけど。うん。どうなんだろうね。強いのかな？どうかな？はい。このフィギュアが、光にこうずーっとね、3時間以上ぐらいかな。当ててるとしっかり光るかなと思います。で、暗いところにパッてこう行くと、ふわーんって緑色っぽい感じで光ります。結構、いい感じに作られているんですよね。はい。もわっと光ります。そんなに強い光じゃないんですけれども、2、3分ぐらいはね、耐えれるかなという感じの光り方です。はい、こちらは、1個だけだったのでね、今、ちょっとこちらを見ていきたいと思います。ラインナップは、オウムカデ、インドラジット、ベルゼブブ、リュウ、フルフル、マルコシアス、ヤマタノオロチ、イフリート、ブエル、シュテンドウジ、そしてシークレットとなっていました。はい。シークレットこれ2つゲットしてないな。はい。気持ち悪いのはオムカでベルゼブブで、あと残りは結構ね、かっこいい感じなのでおすすめです。はい。では続いて2段目見ていきましょう。まずはこちらの姿勢。夏祭りとかでもイベントやってますね。なんか、また、イベントとか新しいの始まらないかな、はい、こちらは？お、誰だ？おー、ビルですね。ビルシェンハイトが来ました。制服バージョンです。はい、こちらの土台はこんな感じになってて、王冠マークがついてますね。裏側は、
はい、全力でかかってきなさいと書かれています。はい、襟足が紫な感じでとっても綺麗なキャラクターになってますね。かっこいいです。ではマリオ行きましょう。マリオは残り2つ。シークレット出るかな、どうかな。シークレットね、ほんと今回のマリオ全然来なくて、なんか土管らしいです。これもね、自分の目で見るまではって感じなんですけど、あー、またマリオ&ポンプじゃない。結構これは出るんだよね。マリオ&ポンプ、スーパーマリオサンシャインです。ダブったのは悔しいけれども、デザイン的にはものすごく好きです。凝った作りになっていて、この透明部分とかが本当に液体入っているように見えるようなね、そんな感じなのでいいんじゃないかなと思います。はい、持ち手のところもこんな感じで、ゲームのデザインも似たようなポーズしてますね。悔しいなぁ。じゃあこんな途中で材に行きましょう。こんな感じのものが入ってるよーっていうのが上にちょっと見えてますね。ディズニーの中にたまーに出てくるね、このキャラクターが欲しいなと思ってるんですけど、他も顔が整ったものが出てくるか、ちょっと微妙なミニーちゃんが出てきちゃうか、そこら辺もお楽しみに。ハロウィンコーナーとかに売ってるかなと思います。今回はイオンのハロウィンコーナー、食品売り場のところのあたりにある特設コーナーでゲットしてきました。カルディとかももしかしたらあるかな。あと雑貨屋さんとかね、ミニプラとかありそう。はい、こちらはドナルド。続いては、あ、プルート、かわいい、ちょっと骨っぽい。はい、そしてラストはドナルド。じゃあこちらから見ていきましょう。このパッケージはね、すごい可愛いですよね。あと、プルタのチョコエクと違って、こんな感じ。ホワイトチョココーティングされていなくてチョコレートだけなので、味はこちらの方が美味しいです。はい。では、中を。どうかな？あ、これは可愛い！はい、ペンの先とかにくっつけれるようなタイプのミッキーですね。え、このミッキーめっちゃ可愛い。なんかもっとちょっとね、残念な感じのが来るかなと思ったら、これはめちゃくちゃいいです。え、このシリーズの方がいいのかな。あ、このまんまじゃちょっとわかんないかな。じゃあプルート開けてみます。なんかマスコットだったらカタカタ音するかなとかって思ったんですけれども、ちょっとこのカプセルに入ったままじゃわかんないですね。あ、これもあんまり音しないな。誰だろう。あ、ミッキー、ミッキーが、骨だ。あれですね、パッケージに映ってるこのミッキーが来たんですね。あ、うん、まあ予想通りっちゃ予想通りだけれども、何でしょう、口元にラインが入っていないだけでちょっと気持ち悪い感じ。面白いえ、ミッキー骨になっちゃうとなんか手が余計にでっかく見えますね。面白い。それだったらちょっと不思議な感じのミニちゃんも見たいかも。さあ、ここ、開けちゃいます。そう。あ、落としないから、こっちタイプかな。ですね。さあ、誰だ？あ、別なの来た！おー、ドナルドだ！やったー！あ、これもいいですね。ちょうど、ラッピングされていた、このドナルドだ。表情もいいです。かわいい、かわいい。しかも、この赤が、いいですね。なんか悪魔っぽくていい。はい、ここにも、うん、パッケージに書かれていたようなラインナップでしか書いてませんけど、これ以外も来るのかな、どうなのかな。ちょっとまた、じゃあもうこのまま行っちゃおうか。ここで行っちゃいましょう。ちょうどね、取れやすくなってたし。かぶんないで出てきてほしいな。このお化けいないかな。いてほしいな。なんかハロウィンっぽくなりますよね、一気に。このミッキーもいいですね。ハロウィン、ハロウィンな感じ。はい、プルート。ドナルド。あ、ミニーちゃんの魔女だ。これはかわ
愛い。あ、こんな感じのミニちゃん来てほしいけどな。さあ、どうだろう。音がしなそう。っていうことは、可愛いものがゲットできるかもしれないよね。誰だ？お？あー、かぶっちゃった。残念。かぶっちゃった。いいんですけど、かぶっちゃったな。まだ売ってるかな。ちょっと、もうちょっと買ってくればよかったな。はい、続いては、誰でしょう？お、これはマスコットだよ。誰が来るかな？かぶった？かぶったー！ 2 体目ー。マジか。丸かぶりかな？そしたら。え、1個だけでも違うの欲しい。お願い。お願い。あー、これは。さあ、誰だ？誰だ？誰だ？おー、ミッキーのドラキュラ。これかっこいいですね。嬉しい。やったね。丸かぶりは避けられた。よかった。あー、結構いいな。じゃあ、鉛筆立てのところをハロウィンにしとこうかな。かわいい、かっこいいのがいっぱいゲットできました。はい、ということで、ちょっとね、順番前後しちゃいましたけど。こちら残り開けていきたいと思います。水中最強図鑑です。さあ、何が出てくるかな。誰だ。お、青いよ。シロナガスクジラです。おー、綺麗なんですよね。これデザインがすごいいいです。はい、そしてこのカプセルの中からすごい長い巨体が出てくるんですけれども、いい具合にこう曲がるところが作られているので、違和感なく大きいのが出てきたなっていう、すごく嬉しい感じ。はい、シロナガスクジラはモササウルスと対戦します。絶滅動物すらも凌駕する巨体。地球上でこれまでに確認されたあらゆる動物の中で最も体が大きいとされるクジラ。体長は約34メートルです。すごい。パワーありますね。スタミナもあります。攻撃力、防御力はそこそこなんですけれども、頭がいいです。スピードもそこそこにあります。ただ、ゆったりした泳ぎからわかる通り、瞬発力と凶暴性はちょっとないですね。なので、戦った時にはね、やられちゃうのかな？どうなんでしょう。分類は、クジラ偶蹄目、ナガスクジラ科。生息地域は世界各地。生息年代は現代。全長は26から34メートル。食性は肉食。まあ肉食といってもプランクトンとかですね。になります。ということで、水中最強大図鑑はこれでおしまいになりますね。ラインナップを見ていきましょう。全10種はアノマロカリス、バショウカジキ、モササウルス、シロナガスクジラ、メガロドン、プリオサウルス、シャチ、プルスサウルス、ミズダコ、タガメ、そして、シークレットとして、シークレット1、シークレット2が用意されていました。はい。どれもかっこよくておすすめです。タガメがちょっと気持ち悪いかなくらいですね。はい。気持ち悪いタガメはこんな感じ。意外とリアルです。赤だからまだマシな感じですけど。これが茶色だったらね、ヒーってなりそう。なんかこう、おもちゃに見えない感じ。で、シークレット1は、ちょうちんあんこう。で、シークレット2が、ダイオウグソクムシだったかな？になります。まあ、ダイオウグソクムシもね、そこそこに気持ち悪いんですけれども、まあ結構、ガチャとかにもなったりしてて有名なので、人気が高いんじゃないかなと思います。ちょうちんあんこうは、2種類、緑と赤が出たので、青もあると思います。ダイオウグソクムシも、緑バージョン、青バージョンがあるかもしれません。探してみてください。はい、では、クレヨンしんちゃん、いきます。下の段にまた3個いるっていうね。今、出てきてくれるかな。ひまわりとかめちゃくちゃ欲しいんだけど、あ、カンフーしんちゃんだ。これ可愛いですよね、カンフー。はい。爆盛りカンフーボーイズのしんちゃんです。これは結構最近のやつなのでね、見たことある人もいるんじゃないかな。かわいいです。ももクロの音楽じゃなかったかな？はい、では続いていきましょう。
豚のひづめ大作戦だったかな、はい、です。1998年公開。はい、しんちゃんとブリブリザイモンが背中合わせになってるようなデザインで、なんか二人乗ってるのでお得感っていうのと、なんかいいですよね。やっぱりしんちゃんだけのも好きなんですけれども、誰かとセットになってるとすごく当たりな感じがして嬉しいです。はい、では、ツイステ開けていきましょう。誰が来るかな？ここでディアクローリーシークレットが来たらね、かなり嬉しいんですけど、どうかな？シークレット3連発とか見たいんだけど、さあ、誰だ？誰だ？ぎっしり。イデアシュラードですね。はい、来ました。これは、制服バージョンになります。みんな制服バージョンだ、今回。そんな引きでした。そこの部分にはワンターンでサクッと終わらすって書かれてます。はい。かっこいいです。では、戻ってきました。クレヨンしんちゃん。誰が来るかな？そうだ、落書きングダムもまた出てないんですよね。私、欲しい、早く。でもその一つでおしまいかな。どうだろう。あ、夢見ワールドだ、かぶった、なんと。はい、ということでラインナップ紹介していきたいと思います。ラインナップは全部で18種プラスシークレットですね。アクション仮面 VS ハイグレ魔王ブリブリ王国の秘宝、雲国祭の野望、電撃豚のひづめ大作戦、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲、嵐を呼ぶ夕日の春日部ボーイズ、伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃、伝説を呼ぶ踊れアミーゴ、嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾、これも可愛いですね、白と一緒、超嵐を呼ぶ金矛の勇者、おたけべ春日部野生王国、超軸嵐を呼ぶオラの花嫁、ガチンコ逆襲のロボ登場、これもいいです、結構キラキラしててかっこいい、とオラの引っ越し物語、サボテンのやつね、と今回出てきた爆睡夢見ワールド大突撃、爆盛りカンフーボーイズ、激突落書キングダムとほぼ4人の勇者、謎めき花の天かす学園、そしてシークレットとなっています。私まだ出てないのはここですね、落書キングダムと天かす学園だ。新しい2つがまだってことですね。あとシークレット、頑張りたいと思います。なかなかコンプリートできないな。はい、ではこちら行きましょう。マリオ、マリオは本当シークレットだけなんですよね。そんな、なかなかゲットできないなんてって感じで地味に頑張ってるんですけど、再販されたのが嬉しかったですね。まだまだ頑張ってますが、タヌキマリオ、はい、タヌキマリオはスーパーマリオ 3D ランドです。はい、タヌキマリオめちゃめちゃ可愛いんですけどね、猫マリオもいるし、タヌキマリオもいるし、この動物シリーズがすごく好きです。かわいい。はい、そして、新しく出るチョコエッグは 3D ワールドだったはず。なので、楽しみに待っていましょう。では、マリオのラインナップ見ていきましょう。マリオ、尻尾マリオ、マントマリオ&ヨッシー、羽マリオ、マリオ&ポンプ、コーラマリオ、ハチマリオ、プロペラマリオ、ゴロイワマリオ、タヌキマリオ、ゴールドマリオ、ムササビマリオ、ネコマリオ、ビルダーマリオ、マリオ&キャッピー、そしてシークレットですね。シークレットだけだー、早く来てくれないかな。あとね、一箱ちょっとあるんですけれども、その中から出てくることを祈りたいと思います。はい、というわけで今回は、フルタのチョコエクとザイニーのチョコエク、このラインナップで紹介してみました。いかがだったでしょうか？おすすめのチョコエク、ザイニー新商品情報などどんどん紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。